ヤッフー YouTube、 どうもナビです。さて今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうかなと思っております。はい、ちょっと待ってね。で今日はですね、レッドライスさんですね、湘南乃風のレッドライスさんのヘアスタイルをいくつかやらせていただこうかなと思っております。うん、ちょっとこう体の大きい人とか、こうガタイのいい人だったりとか、僕がちょっと 丸い人とかは一番いいかなと思いますね。うん、でまあこれに関してはまずこの髪型、この髪型に関してはもうがっつり2ブロックで切られてますね。うん、このね、ここの生え際の上、この、まあ、いわゆる外人ラインみたいな、外人ラインでもちょっと下ぐらいかな、からこう縦に持ってきてるんじゃなくて、こっからこっちの横に持ってきて刈ってるって感じ。ここをこう高く上後ろに、真後ろにこう持っていくと外人っぽいんですよ。だからここから横に行くとアジア人っぽい感じになるので、ここの頭のこことこっちのつながり、これ注意した方がいいですね。で横にこう来て、で鉢のところを通って、多分ボンのところでがっつり、もうがっつり3ミリとかで、3ミリとか6ミリでいいんです、がっつり刈っちゃって、で上だけちょっとある程度長さを残して、あのオールバックにして、でまあボンのところに当たる程度の長さ残しておいて、で全体的にダウンをつけて、根元を外してブリーチをして赤く染めてる。一回ブリーチしっかり抜いて、ね、うん、でやっぱ根元ギリギリから染める人もいいし、まあ傷む人はねギリギリで染めてもらえば全然いいんですけど、なんだ、真っ赤にね染めて、まあ根元を外してからでも全然いいと思いますし、うん、綺麗に染まれば問題ないと思います僕は。うん、でやっぱりこう外人ラインのこのスタートの位置が高いので、結構あのなんていうの、上に高さがこうもこって出てくるので、こう丸側だったりとか、ちょっと広がりやすい人、横に広がりやすい人とかっていうのは、まあやりやすい髪型だし、似合いやすいんじゃないかなと思います。やっぱり横があると広がりやすいっていうか、あの余計こうツンツン出ちゃったりとか、結構なんだろう、体が大きかったりとか頭が大きかったりとかする人って、結構ねイメージなんですけど、僕のね、結構こうツンツンしやすい人が多いんです、広がりやすい人が特に。なのでまあがっつり買って、まあバリカンだったらね、これだったら自分でも6ミリとか買えば細かく細かくできるので、その辺はうん、やりやすいヘアスタイルなんじゃないかなと思います。まあこの時はちょっと長めね、この時はちょっと長め、うん、まあさっきの今のオールバックにしたヘアスタイルが多分 2,3 センチ伸びてきたらこれぐらいになるんじゃないかなっていうぐらいな長さです。この時も横は刈ってますよ、がっつり、うん、じゃないとこんなペタンとならないので、このこめかみ部分だったり、この上の部分から鉢までからボンド部分まではもうがっつり刈って、で、うん、6,4 ぐらいで分け目作って、耳ちょっと隠れるぐらいな感じで、3分の1隠れるぐらいな感じかな、のラインのこのボブラインで切って、後ろもね多分そのぐらいのラインでいいと思います。でダウンを 2,3 センチぐらいつけてもらって、根元外してブリーチしてるって感じですね。でさっきのが伸びてきたらやっぱこれなんじゃないかな、ちょっと根元のなんかこう伸びの率とか見てもなんか近いような感じがします。うん、根元2センチぐらいは伸びてるので、 2,3 センチぐらいは、うん、で赤が抜けてきて金髪だったりとか、そんなんじゃないのかなとは思いますけど、ちょっと時系列がちょっと分かんないんで何とも言えないんですけど、そうじゃないかなと思います。うん、まあこれぐらいだったらいいんじゃないかな、ある程度長さがあっても別にそんなにいやらしくないというか、ちょっとその不潔感とかもないんで、うん、いいと思います僕は。まあ、この時なんかはがっつり、なんか前が来るよ、こっちかな、これなんかは短く切ってますよね、まあ、がっつりこの辺りは刈り上げの位置は低いですよね、刈り上げの位置が耳上2センチぐらいのところから来て、横ね来て、で、ボンの部分をがっつり短くして、そこに合わせてこの上の部分をショートに切ったので、上も全然短くショートに切ってあげて、眉毛ラインで前髪を揃えてあげる。うん、ここはもう刈り上げの位置が狭い。まあ、どっちがいいかって言われると、まあ、どっちが悪いわけでもないんですよ。うん、ただ、この普通のショートにするんであれば、まあ、今の若い子もそうですけど、あんまりこう刈り上げの位置でね、こめかみまで高さを引
引っ張ってくるっていう人ってなかなか少ないので、うん、ちょっとこう重め、うん、この鉢の張ってる部分までね本当は買った方がいいんですけど、ちょっと重めにしてあげてもいいのかな。ただこれには欠点があって、やっぱりちょっと伸びやすい、伸びてきた時にすぐ気になりやすいっていうのが一つ、ポイントではあるので、まあその辺も細々いけるんであれば、美容室にねいけるんであればそれでもいいのかなと思います。こう横から見た時に、この横のねバランス見た時に、こっから耳上でしょ、耳上からこうがっつり下がってるじゃないですか。これをまっすぐ行かずに下がってちゃんとボンの部分まで下げてあげないと、ちょっとこのバランスにはなりにくいっていうのはあります。色は、うん、まあ、足を普通に入れてるんじゃないかな、うん、足ブリーチとかしないで普通に足に染めてあげてやれば全然いいんじゃないかなと思います、個人的には。うん、この時なんかがっつりも引かん、がっつりも引かんですね。うん、これ外人ライン、これね、さっき言ったようにこの外人ラインからこの横ではなくて外人ラインからこう縦にこうぐっつりこっちに行ってるってことです。こっからこう、こっからこっちじゃなくてこっからこっち、このラインで真横こうぐーっと行って後ろでそのまま交差してるの上だけ残してるんです、これは。そうけど、こう体が大きかったりとかお顔の幅が大きかったりとかするとあんまり縦長に見えないじゃないですか、ナチュラルに見えるっていうのが、この外人ラインで切ることによってこのお顔の大きさだったりとかバランスを維持してるっていう風になるので、まあ、その辺は、うん、あの髪の、まあ、マジックじゃないですけど、そういう見え方がするっていうのはこういうことなんですね。そう、もうこれ全然多分横とかは多分3ミリとかじゃないかな、うん、もう本当にいけるところまで短くしてるって感じだと思います。で上だけ残してモヒカンで立たせてあげてっていう、ちょっと前髪だけ少し長めに残してもいいのかなと思いますね、個人的には。このぐらいだったら、うん、まあ難しくなくて、まあがっつりいくんだったら僕は全然いいんじゃないかなと思います、個人的にはね。うん、この時なんかはオールバックにしてる時ですけど、これもね買ってます、うん、これも横買ってます。これも上、これはねこの外人ラインのここからこっちではなくて横ライン、横ね、横こめかみのところから8までタップしてあげて、8からボンノクもちょっと上だね、ボンノクもよりももっと上、さっきのショートヘアの感じのこの下がり方ではなくて、もっと上、ボンノクの上ぐらいまでがっつり買って、多分バリカーンじゃなくてもいいと思います。ハサミでもいいと思いますけど、ちょっと甘めに残してもいいと思いますけど、それぐらい短く買って、で、上の部分をある程度残して、オールバックにしてるっていう感じですね。この軽い位置がやっぱり、レトラスさん、ちょっとこう、こまごま変えてる部分が、僕のイメージではあります、少し。うん。なので、さっき言ったように、ワイジンラインで行っちゃうときは高さを出したいとき。で横にするときは高さも出してるんだけども、そのなんか外人っぽくがっつり行くんではなくて、ナチュラルにまあオールバックだったりとかいろんなことするときに使えるカットの技法っていうか、そのバランスではあるので、自分のやりたいヘアスタイルのバランスに合わせてカットの位置を変えてもらう、このバランスをね、うん、美容師さんに言っても、まあ、たまに分かんない人も、まあ、若い子とかでもしかしたら、うん、いる場合はあると思うんですね、僕、うん、いろいろと講習してても多分ちょっと分かってないなっていうこと結構多いので、うん、まあその辺はちょっとわからない人だかなと思ったら、自分でこの軽い位置をこうがっつり外人ラインっぽく切ってくださいとか、こうちょっと甘めに日本人っぽくこの鉢の部分、こことこことこめかみ鉢ボンの部分をつなげるラインに切ってくださいっていう風に、まあちょっと説明すれば何となくこう美容さんも分かってくれるので、その辺も気をつけながら言った方がいいのかなと思います。まあ、この時なんかはさっきのモヒカンラインなんだけども、後ろがあるパターンですね。そう、これに関してはこの外人ラインから耳、鉢上のこの部分から耳後ろとか耳上、耳後ろの骨とかまでのこの横の部分をがっつりもう短く3ミリとかで買ってあげて、上をそのまま残すでしょ、残して短くツンツンしながらも後ろを少し長めに残してあげる、うん、まあこれっていうのはなんだろう、ヘアスタイルの遊びとしては全然いいですね。もうありです、ありですし、いいなっていう感じなんですけど、お顔のバランスだけで言えば、やっぱり横広がりになりやすいので、
大長の人とか僕みたいな人だったりとか、ちょっと細身の人だったりとかの方が合いやすい、うん、似合いやすいヘアスタイルの一つではあります、うん、まあよくこうちょっと大きい人でもこう襟足の長く伸ばしてこういう風にツンツンしていますけどね。だから別に悪いというわけではなくて、よりそういう顔のバランスも気になったりとかする人がちょっと短くした方がいいのかなとは個人的には思います。まあ、黒髪でもいいし、ちょっと茶髪に、茶髪っていうか、うん、まあ6ら7レベルぐらいな、ちょっとした茶髪で染めてあげてもいいのかなと思いますけど、ここは横だけ短くて後ろが夏長めに残してこうツンツン見えるのか、やっぱこう、こう台形っぽく見えやすいからね、ここの後ろがこう台形っぽく見えやすいんで近く見えやすいっていうのが特徴です、うん、なのでやっぱ細身の人の方が合いやすいと思います。まあ、いくつかありましたけど、まあ、自分のヘアスタイルに合ったというか好みのバランスに合わせて、ね、この軽い位置だったりとかを合わせて美容師さんと相談してやってもらえればいいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。